ありがとうございます。きっと炎章様もお喜びでしょう。乱を鎮める英雄のいずる時、小生が夜空に燦然と輝く。世を憂いながらも天文を見る力しか持たぬ私にできるのは、天の星の教えを受け未来を伺い知ること。星の示す英雄が進むべき道をたがわぬよう、おそばで見守りたいのです。願わくばあなたにも天の星の導きがありますよう。これで都は救われました。一旦皆のところに戻りましょう。連合軍は四分五裂、今や解散したも同然。所詮人は己の都合で動くもの、絆など当てにならぬ。ひどいありさまじゃのう。老子様、今度は南常陽城を妖気が包んでおるようじゃ。さりとて弾薬も捨ておけな。董卓はわしと交渉に任せ、お主は常陽に向かってくれぬか。